今日ね、なんか漫画バイオレンスアクションっていう漫画を読んでて、そこにね、フェレットが出てきて、あ、フェレットかわいいなと思ってね、フェレットについて調べてて、そういえばポリポリフェレットやんと思いつつ、フェレット飼いたいなって思ったけど、いろいろ調べてたらフェレットはなんかクセみたいだから、ポリポリクセやんだなって思いつつ、大変そうと思ってやめた。え、フェレック？あ、フェレットじゃないの？え、フェレックとフェレットってどう違う？え、あなたはフェレットじゃないの？フェレック。あ、全然違う。フェレット出てきたら、あ、ポーポーだとか思うんじゃない？ちゃうな。全然、キツネみたいだったわ。ポーポーくせえのだなーって、ポーポーってくせえのかーと思っててさ、調べてたのに。全然違ったわ。なんてこった？ふぅ、危ねえなー。危なかった。これ間違えて、もしね、間違えて買い出してたら、あ、やばいことになってたな。まだセーフ。ポリポリにも言ってないよ。言おうと思ったの、フェレット買おうと思うんだけど、みたいな。でも、いや、でもまだ、でも臭いからちょっとやめとくかって思ってやめたから、ちょっとよかった言わなくて。ほら、まあなんかそんなことがあった。ポーポーな、多分冷静にフェニックですって答えると思うよ。あ、でも、あ、そっか、ポープーなら、まあでも、うなたんが言うならフェレットかもしれないとか言いそう。さすがポープー。うなたんを肯定するから。じゃ、想像ついちゃったわ。ポンプンならフェレットになるかもしれん。脳内再生できるね、これ。